国際観観式に韓国を招待したって言うんですよ産経新聞ねレーダー勝者未解決の配慮を示したって言うんですね岸田さんこれはどう そうですかねだってレーダー照射問題で不審ゴリゴリで韓国は国を挙げて嘘800並べ立てたわけでしょう最後開き直って傷ついたって言って、えー、被害者ずらしたわけですよ。でその韓国に「あ国際観光式するので来ませんか?」って「日本は謝れ」と。でちゃんとね開発防止、えー、しろって言ってんのにいよいよ自衛隊区近づいたらまた照射するしって,って開き直ってるわけでしょう。いやんなやつだよねそれに対して観観式来ません 誘う方も誘う方だけどねで、来るのがねどの面下げてくるんだろう、ね、あんなうなを並べ立てでさ嘘つきまくってバレたら逆切れ俺たちは被害者だって言って次からもまた照射してやるっていうどんな顔してくんでしょうどの面下げてくるんでしょうか旭日機反対とか言って軍国主義とか言ってるわけだよ観艦式当然自衛隊の船は必ず旭日機上げてますからね海上自衛隊機ですからあそりゃ当然上げてますよね。えー、そこに何のこのこと出かけ できてての、えー、立っるるところ来るんですかいや来るのか来ないかわかんないけど来ても来なくてもまあおかしな話ですけどねとそもそもんんいうかしらえ多分これ韓国側は一定の配慮もしくはまさに踏み絵を踏ますとかね来るのか来ないのか来たら来たで旭日き認めてんじゃんみたいな来なかったら来なかったでえー、そうなんだみたいなね踏み絵を踏まそうとしてるんじゃないかっていうね岸田さんがそういうね悪事をね 働かしてねちょっとギャフンと言わせてるんじゃないかみたいなそんな風な見方ももちろんできるわけなんですけども韓国側はどう見るかって言ったら日本を折れたってなるわけですやっぱそこまでして日本は韓国との関係改善を求めているんだってなるわけですよであんなレーダー照射であそこまでねえ日本は怒ってたけどもやっぱり日本がね頭を下げて仲良くしてくださいと言って頼んできたあこれ韓国側の見方でしょそれ以外ないですよあそう日本は頭を下げてきたんだへーっとやっぱり日本にとって韓国は必 必要な国なんだね韓国はないと日本はダメなんだねとじゃあそんなんだったらじゃあもう顔出してやろうかみたいな誤ったメッセージを出しちゃうんですよ日本だと到底そうはなんないだろうっていうふうになるんだからだからこれはね誤ったメッセージですよ観観式に呼ぶ必要がないですよというか読みますよ政府は23日今年11月に海上自衛隊が開く国際観観式に韓国軍を招待していることを明らかにした3年前の前回 観艦,艦式は自衛隊機への下記完成レーダー照射などを踏まえ招待を見送った今回は日韓関係の改善に意欲を示すユン政権への配慮を示したが自民党からはレーダー照射問題のけじめを求める声も上がっている国際観艦,艦式は西太平洋海軍シンポジウムに合わせて開催松野官房長官は23日の記者会見でロシア以外の加盟諸国を招待していると説明した日本が観艦,艦式に韓国を招くのは7年ぶりとなる自衛隊と韓国軍の防衛協力は停滞 続けている発端は文在寅政権下の2018年12月に起きたレーダー照射。これ以降悲劇って。 るわけですよ交戦規定も変えて次からまた照射するぞと言ってるわけだけどもさすがにそれはこれはじゃあ変えてやろうみたいなね慈悲深い韓国様がねそれは変えて戻してやろうみたいな感じなんでしょうね私たち日本からしたらは <laughs> バカじゃないのって感じですけども何招待してんだって話ですよね余裕ぶってるというか観音様気取りっていうかねやめてほしいですせっかくね安倍さんがね いろんなくさびを打ち込んでね日韓関係が元みたいな変なね何でもかんでも要求を聞き続けなきゃいけないようなそういうゆがんだ日韓関係を断ち切ってですね正常化したんですよ。せっかくそういうふうに導いてきてくれたのになんでここでまず嘘ついたことから三つ指ついて謝れって言ってる相手にね今詰めてる最中に「えこっち遊びに来ない?」ってそんな詰めてんだよ今。 これね、ほんと勘違いされるからやめてほしいんだよ、こういうのはね。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。